はい、テイク2です。横はこうなんかな、ここなんだと思いますね。それでさっき言ったけど、あれがまっすぐ行ったから左から行く道がねえな、あれか。これ遊びの広場やね、遊びの広場。子供のアスレチックとかブランコとかいろいろあるわけですね。ここを行って、それでこれまた左行くんやな。行けるのあるんで、よく行ってますよこれね。これは桜だよね、桜で。で池なんていうの、ここね、池。こういう感じでね、カキが。もう小さいのあんねんか。怖いの無料よ、60歳以上は無料よ。あ、市民でなきゃダメなんですよ、京都市民で。どうも、ね、左はあるの、下も歩けるんですよ、下もね。これ上から上がって上からね、こんな感じです。紅葉がね、ちょっとちょうど綺麗なんだけどね。あの下から見るともっと綺麗やろな、あれな。こうなんですよね。おお、水も流れてるな、ほら。下歩いたらいいかもしれないね、本当に。うわぁ、真っ赤っかや。はいはい。これはね、なかなかいい。おお、こういうの。これ一番上の池でございますね。これ今ちょうど紅葉が、ここなんだ、ここなんだ、休憩所かい。こんな、やこんなとこ行くか、やっぱりね、えこれ行かなあかんわな。下の高速道路行ってもしゃあないから、この山道行きましょう。誰も歩いてへん。そこにね、地図があるから見てみよう。広いね、こんなか。
れ地図はうまへんわ。野鳥かい。記念碑、追随亭記念碑。いやー、決まりね。いけんのかこれ。これの林いけんだろうけどね。一番端まで来ましたけどね。入り口になってる。こっち行ってみようか。はい、降りました。下行こう。どこに来ちゃったかね、これ。